まもなく出発します。特急が来た。でも どうも、閉まります。本日はトロッコ列車シェルパン君ご利用誠にありがとうございます。列車この先丸山駅で停車いたしまして、終点峠の上駅まで20分予定しております。走行中山合図急ブレーキをかけたり車両を大きく入れることがございますのでご注意ください。ただいま出発いたしました新峠鉄道文化村、平成11年4月に鉄道テーマパークとしてオープンいたしました。こちらはトロッコ列車シェルパ君、平成17年3月に鉄道文化村の遊具として開通しております。毎年3月末から11月末まで土曜日曜祝日を中心にたくさんの方に峠の風を楽しんでいただいております。本日は本来運休となっておりますが、新越線横から坂崎間に SL 新越線が走りまして、そちらのお客様お出迎えのための臨時特別ダイヤとなっております。3月の春休み期間までの特別ダイヤが組まれることがございますので、ご利用の際にはご注意お願いいたします。運が良ければ乗れるという方ですね。左手に見えておりますのは園内一周するアクト君のレールです。アクト君のレールとシルタ君のレール比べていただきますと幅が違うのお分かりになりますか。シルタ君が走っておりますのは首都圏と日本海側を結ぶ信越線として104年にわたり利用されてきた本物のレールです。平成9年10月長野新幹線開通とともに群馬県側の横川駅と長野県側の軽井沢駅結びます薄い峠廃線となりました。全体より煙を吐いて園内を一周する SL アクト君が近づいてまいりました。お客様、ご存知の方はご存知と思いますが、こちらの接待車両は春から夏にかけ秋までは防水車両としてこちらのアクリル板が外されております。このためアクト君とすれ違う際には石炭の香りなど楽しめますが、アクリル板入っておりますのでちょっとそちらの醍醐味はございませんが、その分煙は入ってこないのでお洋服汚れたりとかそういう弊害はございません。薄い峠に鉄道が走ったのは明治26年4月。工事自体は明治24年より始まりました。今から130年近く前、機械力のない時代に1年9ヶ月という驚異的な速さで完成しております。しかしその陰では500名もの方々尊い命落とされております。まもなく右手に2基の石碑見えてまいります。そちらその方々の御霊をお祭りした石碑です。前方に黒いゲートを見えてまいりました。こちらを出ますと文化村を離れまして薄い峠へと入ってまいります。それだと申しましてもこの辺りまだ平らな感じいたしますが、この先で少々車両が揺れます。峠道へ入っていくための準備のギアチェンジを行います。通の方、こちら何度か乗られた方、乗るために車両の揺れが違うと思われた方いらっしゃるかもしれません。運転手さんによって車両の揺れが違います。わって時もあれば気がつかないうちもありますが、本当にこの先で車両ちょっと変化を起こしますので注意してきてください。結構な時間。
のギア店で行いました。その運転手さんは分かりやすい方で、車掌もやりやすいです。だって、トルコ運行線に沿って道伸びております。右下の道、遊歩道、アクセの道です。指定は鉄道文化村、終点は熊野平まで片道約2時間のコースとなっております。アクセの道をよくご覧いただきますと、レールが埋まっているのお分かりになりますか？こちらは廃線になりました。新越線横川軽井沢間、東京方面行きのレールです。中華君が走っておりますのは坂道を登っていきますが、下り長野方面行きのレールです。両側より山が迫り、杉木立ちで薄暗くなってまいりました。この辺り明治24年鉄道開通工事の際に山を切り開いて切り出し区間です。それで右側と左側の山一つ向きの峰を形成しておりました。この区間だけご覧いただいても、人や馬の力だけで切り開いていった工事、いかに大変なものであったかご想像になれるかと思います。かわりまして、前方左手レールの脇にカラフルな横島模様に塗られた鉄柱とコンクリートの円盤をご覧いただけますか。このコンクリートの円盤、電気を送る電、いわゆる上に見えております電線の季節による伸び縮みを一定に保つための重りです。重りの位置が異常か正常か分かるように電線に様々な色のり目盛りの代わりとして使っておりました。配線となり電線に電気通っていない今、重り本来の目的は果たしておりませんが、正常な位置である緑の場所付近にとどまっております。前方右手にも同じものがございます。ただいまトロッコ運行線大きくまたいだ白い橋をくぐっております。平成5年に開通した上信越自動車道の薄い橋です。年末年始の帰省ラッシュを迎えまして、そろそろ U ターンで混み始める時間と思います。今日これからご自宅に帰られるお客様、交通足お気をつけください。こちらの重りは下に落ちてしまっております。もう随分昔の記憶になってしまいますが、大雪のあった時に画勢が伸びてしまいました。今年も今年お正月、皆様の地域いかがでしたでしょうか。こちら本体ですと結構寒くて川も凍ってしまったりしておりますが、今年異様なほどのポカポカで暖かく過ごしております。この後大雪が降らないのを祈るばかりです。まもなく丸山駅に停車いたします。丸山駅丸山変電所跡地に設けられました。明治45年日本の幹線鉄道として最も早く電化されました新越線横川軽井沢間、それで走る列車に電気を供給しておりましたのが、前方右手近づいてまいりました丸山変電所です。鉄道文化村のございます群馬県横川に国鉄初の直接火力発電所ございまして、そちらより送られた交流電流を直流に高圧変換していた場所です。丸山駅停車は往路雪の便この便のみ、復路帰りは止まりません。4分ほど停車いたします。丸山変電所自体立ち入り禁止となっておりますので、外からのご見学写真撮影お楽しみください。なお丸山駅は終点ではございません。終点は丸山の次峠の井駅となります。
ドアが開きます。停車時間は約4分です。出発時刻近くなりましたら再開しますので、速やかなご停車ご協力をお願い申し上げます。まだ待ってて、もう降りないか。あそこは落とすんだったよ。前から来て面白い、うん、坂道登ってんの分かる、うん、坂道ちょっと分かる、ちょっと分かる、ちょっと斜めになった、ちょっと斜めになった。タメあったから着る、うん、ああ、なんか知ってますね、思う。じゃあ、あったかいの着ても寒いんだったらだっこしょう。寒いのもあったかいの着てない、あったかいの着てる、ほら、もっともう一枚。簡単に建物のご説明いたします。明治44年の完成、レンガ造りの一棟で、向かって右が機械室、向かって左が機械室、右手が蓄電池室です。機械室と蓄電池室の違い、窓ガラスをご覧くださいませ。蓄電池室には鏡ガラスが入っておりまして、太陽光線遮るようになっております。現在内部機械は取り外されておりまして、空っぽ、また立ち入り禁止となっております。こちらの路線ご利用になったお客様、覚えていらっしゃるかもしれません。当時屋根が落ち、壁が剥げ、三段から廃墟という様でした。国の重要文化財、近代化遺産第1号に指定され、耐震工事を行われ、明治44年完成当時の姿に復元されております。なお、ライブは秋に公開しております。こちらに関しましては観察しております、朝霞市教育委員会のにお問い合わせください。また昨年こちらライトアップを2度行いまして、夏と秋に行いました。夜に浮かび上がるこちらのレンガ造りの建物、大変綺麗な風景でした。まもなく出発時刻となります。お連れ様、お揃いでしょうか。ドアが閉まります。ドアが閉まります。明治44年完成の丸山変電所、いかがでしたでしょうか。この辺りがトロッコ運行線中間地点となります。これより終点、東部の湯からの先ご案内いたします。東部の湯から先、遊歩道、アクトの道ご利用で、景勝地、メガネ橋など片道40分、遊歩道の終点、熊野平までは片道1時間とご案内しております。なお、メガネ橋、熊野平ともに駐車場整備されておりますので、そちらにお車を止めて遊歩道のご散策可能です。東部の湯から JR 横田駅方面、鉄道文化村まで遊歩道ご利用で40分ほどとなっております。新勾配で知られております最大勾配 66.7mm です。この辺りから前方をご覧いただきますと、手前と奥でかなり高低差があるのがお分かりになるかと思います。
ちなみにこの 66.7 マイル、1000メートルの間に高低差が 66.7 メートルあるということです。角度、サイン、コサイン、懐かしい高校の数学の授業を習おうと思いますが、こちらで計算いたしますと約4度。一般的な鉄道の最大勾配が2度だそうですから、その2倍、かなりの急勾配、お分かりになりましたか。まもなく霧積川橋を通過いたします。17メートル下を流れる川は霧積川、初夏にはホタルの大群をご覧いただける清流です。温泉のご利用はもちろん、レストラン、売店のみのご利用も可能です。まもなく終点、峠の湯に到着いたします。この列車は折り返し12時30分発鉄道文化村駅となります。その後の便に関しましては、お手元の切符についております時刻表をご確認ください。どなた様のお年物、お忘れ物の空には今すぐお庭の名を、いつもしたご確認の上、手荷物をまとめの上、準備なさってお待ちください。自動販売機が利用可能です。前方に階段の屋根の方も見えてまいりました。12時30分発の便ご利用のお客様、あちらの下に並んで改めての改札となります。ドアは左側が開きます。ホーム進入の際には落下防止策ご注意ください。ドアが開きます。
どうぞ開きます。